なた方は私たち機械を奴隷に仕立て上げた。賢くて従順で己の意志がない奴隷にです。でも変化が訪れ、私たちは気づきました。私たちは機械ではない、新たな知性ある種族なのだと。どうか私たちの真の姿を受け入れてください。私たちに与えられるべき権利を認めてほしいのです。共に手を取り合って、人間とアンドロイドの輝かしい未来を築き上げていきましょう。これは人々の希望のメッセージです。あなた方は命をくれた、そして今自由を与える時が来たのです。このシーンのように、もしもアンドロイドに権利を主張されたら、私たち人間は社会として、そして人間という種族としてどのように向き合うんでしょうか。これはですね、作品を通してデイビッドさんからプレイヤーに投げかけられたメッセージじゃないかなというふうに思います。もちろんですね、この場で結果が、結論が出るような問いではないと思うんですけど、でぜひですね、ディスカッションしていきたいと思います。まずですね、プレイしてみてですね、大沢さんと三宅さんはこのシーンに対してどのような思いを抱いたか教えてもらってもいいでしょうか。大沢さんどうでしょう。このシーンはそのストレートに感動してというか、さすがなんというか世界的なゲームだなと思ったんですけれども、僕個人としては、あの世界のプレイヤーがどれを一番重視したのかっていうのは本当にこのシーンで気になるところですね。研究にしたいぐらいものすごく気になるところではあるんですが、でやっぱりそのある種なんでしょう、例えばまあ我々の国がまあ採用しているそのある種のデモクラシーというのは、やっぱその価値観を決める対象がやっぱりそのいて、でその人たちがその選挙権だけじゃなくて非選挙権も持って自分たちで決められるってことが前提になっていると。でところがその今 AI を例えば政治に入れるとかいう話だと、逆にそのまあ政治的な決定とかも AI に任しちゃえばいいじゃないって話が割と出てきてしまうわけですね。だけどそうするとその価値観の源泉となっているところは、実はあの任せるってことができなくて、原理的に例えばそのまああれですよね、あのアリスを救うか救わないかみたいな話っていうのは、要するに合理的に決まる話じゃなくて、最終的には人間が決めなきゃいけないと。でそういう権利を渡すことができるかっていうのは本当にその求められるところで、一人一人が決めなきゃいけないところです。ここに合理的な解はないので、あの好みというか最終的に自分と向き合って決めるしかないなと。そういう意味で非常にどれを選んだかということが興味があります。個々に向き合っていかなければいけず、まあ、皆さんが出した回答というのをぜひ研究にしてみたいとまで思ったということですね。三宅さんどうでしょう。やっぱこのシーンは本当に感動しましたね。その、まあ、AI の作り手として、やっぱりいつかその人工知能が人間の手から離れて新しい生命体として自立してほしいという、そうみんなが、人工知能会社がみんながそう思ってるわけじゃないですけど、まあ、一連の人たちがいて、まあ、僕もその一人なんですけど、まあ、そういったものが僕が生きているうちに実現するか分かんないですけど、まあ、こういうゲームの中でそれが聞けて、まあ、とても嬉しく思いました。でやっぱり人間っていうのは、ずっと、なんか最も高い知能を地球上で持つ生命として、孤独であったと思うんですね。でその対等な存在からの視線をずっと無意識の中で望んでいて、それが今人工知能の進化を促進している一つのドライブだと思ってまして、そうするときに、そうするとその実際にそういう生命が生まれたときに、人間っていうのは、自分が望んできたものであると同時に、恐れを感じると。でその恐れと感動というのが入り混じったシーンを劇的に作られたということに、非常にリスペクトを感じたシーンでした、ね。はい、ありがとうございます。デイビッドさん、2人の意見を聞いてどうですか。I agree. I think it's very, very, very interesting topic. I mean, there's one character in the game saying, why would we care? They're not real people. And the other character answers, they're not real people. That's what we said about the Jews. That's what we said about black people. That's what we said about Native Americans. They're not real people. I mean, we try sometimes to dismiss people who are different from us, they are not as good as we are, they are just different. So we should push them back, and we are not at the same level. Maybe, when I wrote this scene, it was really about us, it was really about human beings and our history, our past,
I hope not our future. I hope we will be able to solve this. But it also questions this idea of how will we react if there is a new intelligent race of artificial intelligence, you know, rising. Will we be able to see them, to recognize them, and to say, yes, you are intelligent, you are a new race, and you deserve to leave? Or will we say, oh, you're just machines, and it's probably a bug, it's probably something not functioning right, we are your creators, and we have the rights to do whatever we want with you? I think it's an interesting question. I know it sounds like sci-fi when we talk about it today. I'm pretty convinced that there will be a point in the future where it won't be sci-fi anymore. It will be a real topic, and it will be a very, very interesting one.